フ安ンセバスティアンカバルバルデスは、コロンビアサンティアゴデカリ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーで、ダブルス自己最高ランキングは1位。右利きで、バンクハンドは、両手打ちの選手。身長185センチメートル、体重75キログラム。2017年全豪オープン混合ンダブルス優勝。2019年ウィンブルドン選手権男子ダブルス。2019年。 全米オープン男子ダブルス優勝。現在コロンビアのナンバーワンダブルスプレイヤーであり、ロベルト・ファラとペアを組み、デビスカップにも出場している。7歳からテニスを始める。2011年全仏オープン男子ダブルスでは、エドワルド・シュワンクと組んで決勝に進出するも、ダニエル・ネスター、マックス・ミルヌイ組に敗れ、準優勝。ウィンブルドン選手権で、 初めて同胞のロベルト・ファラとペアを組み、そこからはほとんど彼とペアと出場している。2014年のリオオープンでダブルスツアー初優勝を果たした。この年はマイアミオープンでマスターズ決勝進出もしている。2017年全豪オープン混合ダブルスではアビゲール・スピアーズと組み、決勝でサニア、ミルザ、イワン・ド・ディグ組に勝利し、グランドスラム初優勝を果たした。 2018年は全豪オープンで初めて決勝に進出し、BNN イタリア国際ではマスターズ初優勝も果たした。2019年ウィンブルドン選手権でとしてグランドスラム初優勝を果たす。これにより初の世界ランキング1位にも輝いた。全米オープンでも優勝し、ATP の2019年最優秀ダブルスチームに選ばれた。 2020年年始にファラが薬物規定違反により出場停止になったため、前後オープンはハウメムナルと組んで出場した。2回戦でブライアン兄弟に敗戦。ありがとうございます。